倒れていたのは千鶴という娘で、細木谷という集落から来たという。北にある小田谷村から細木谷へ帰る途中、木の根に足を取られて転倒し、気を失っていたらしい。膝を地面に打ちつけて出血しており、足首も捻挫で歩けそうになかった。ここに置いていくわけにもいかず、行動を中断して炭焼き小屋まで背負っていった。隊長さん、あんたこの子を知っておったのか。いいえ、初めてです。これは、湯の娘だ。湯、ですか。そうだ、南にある細木谷という村の湯の娘だ。あんた、湯のこと聞いたことはないのか。はい、初めて聞きました。湯とは何ですか。湯というのはな、昔からこの辺りにある裏のつながりじゃよ。この足じゃしばらく動けんよ。そうだな、歩けるようになるまではここに置いてやろうか。うん、なんじゃ。薬を。薬？薬がどうした。薬を届けないとお母さんが。地図が話すところによれば、細木谷の住人が急病になってすごい熱を出し、彼女が小田谷村まで薬をもらいに行ってきたそうだ。ああ、病気になったのはインバイアのおかみか。ご存知なのですか。ああ、細木谷の湯の世話人の一人じゃよ。この子がお母さんと言ってたが、実の母ではない。育ての母親みたいなもんだな。しかし、そういうことなら、その薬、わしが代わりに届けてやるとするか。あんた今すぐ行きなされよ。向こうじゃ薬を待っとるじゃろ。それに帰らない娘を心配しておるだろうしな。大丈夫？動かなければ痛くはない。それにしても、こんな暗い山道を一人で歩くなんて、危ないにも程があるわ。小田谷でだいぶ手間取ってしまって。すみません。こっちこそごめんなさい。きつい言い方をして。あなたも人助けのために山を歩いてたのに。でも、私のせいで、迷惑を。迷惑なんてあるもんか。あの爺は嫁が聞くし、獣道を知っとるから楽なもんじゃ。明日の昼頃には細木谷に着くじゃろう。ご主人も湯の人なんですか。いや、うちは違うけどな。だけど、湯にいろいろ世話になることも多いんじゃ。そうですか。助けてもらったり、助けたり、こんな山の中じゃ、そうせんと暮らしてはいけないからな。地図の件でかなりの時間ロスになってしまったが、私は再び暗闇の森に潜っていった。時間はすでに真夜中を過ぎていた。私たちがはまり込んでる今のどん底みたいな状況から抜け出すためには、きっとあの舞台の力が必要だと私は感じていた。しかし本音を言えば、貝から逃れたかったのかもしれない。今朝、いつになく反抗的な態度を見せたかと思うと、急に自暴自棄になり、泣き出した。そんな彼女と同じ場所で眠るのが私は怖かったのだ。貝が口に出した化け物という言葉は、私をえぐり、私の心を真っ黒な絶望で満たしてしまった。もう帰れないんだな。みんなのところには。身も心も化け物になり果てて、一人暗い山をさまよい続けていくしかないのかな。先ほど炭焼き小屋の主人が口にした湯について。湯は漢字で書くと結婚の結、結衣、
ユウとも言ったりするらしい。字の通り、山岳地帯の村と村との結びつきに関わるものだそうだ。湯の成立時期は米ソに敗戦して約2、3年後というから、今から70年以上前になる。東西の内戦が激化して都市や町が焼かれ、地域のつながりが分断されて、旧来の行政組織が壊滅した。そして生き残った者たちが山あいの狭い土地にへばりつくように暮らして小さな集落を作り、それぞれの地域に根ざした自治組織が生まれていった。東西対立の中立地帯ゆえ、どこからも支配されない独立した組織ではあったが、小さく貧しい村が孤立して生きていくのは非常に困難なことだった。そこで村々をつなぐ連絡網が自然発生的に生まれて、必要に応じてだんだんと規模を広げていった。それが湯であった。湯の主な役割としては、自治組織間の利害の調整、トラブルの調停、情報、連絡の通達、物資の融通など多岐にわたる。今夜、地図が薬品を運んでいたのも湯の機能の一つの例だ。各集落の自治組織を表の顔としたら、湯はあくまでも裏のつながり。普段その存在はほとんど表に出ないが、何かことあるときにはその力を発揮するという。この地方の不完全な自治組織を裏から支える補完勢力として、現在に至るまで隠然たる影響力を保っているそうだ。今夜の警戒態勢も二人組のようだった。今はよろず一曹と武雄一曹のコンビが警戒に当たっている。どうして私が二人の名前を知っているかというと、実は八条隊を編成する際に、最初この二人も候補に上がっていたのだった。私が彼らを観察し始めて、そろそろ10日になるが、この部隊は私が所属した八条隊とは全然違っていた。最初に八条隊を編成するとき、まず第一に重視したのは、隊内の統制だった。10人という工作部隊としては大所帯を抱える八条隊においては、命令系統の安定が不可欠として、トップの私、副長クラスとして海と墨田一曹、そしてその他の隊員と続く、シンプルなピラミッド型の構成を心がけたのだ。そのために、一曹は墨田一曹だけとして、他の隊員は二曹以下とした。海は墨田一曹よりも階級が上だが、研究の解析や持ち帰る資料の選択などが彼女の役割で、隊の実務面での指導は主に墨田一曹が担っていた。よろず一曹と武雄一曹がそれぞれ経験豊富で高い技能の持ち主であることは認識していたが、過去に逮捕歴や懲罰歴があったことと、強い個性が入ることで均質性が失われ、全体のパフォーマンスを低下させるのではないかという懸念があった。それと、実務を束ねる墨田一曹と同じ階級の兵士が複数存在することで、体内に不協和音が生じる恐れもあったのだ。しかし、それらの大元には、私の弱さがあり、焦りもあった。目的を達成するためには、多くの困難が予想される。ほんの少しのロスも許容できなかった。人間の集団であるから、様々なトラブルが発生することは当たり前なのだが、私はいつしか一人一人の隊員と正面から向き合うことを避けていた。その代わりに堅固で効率の良い統制システムを構築することで、トラブルの発生自体をなくせるものと思い込んでしまった。結局、指揮官としての器の小ささ、困難から目を背けようとする逃避性、全て私の未熟さだった。私は足元を固めたつもりになっていたが、実は足元を全然見ていなかった。原因はどこでもない。むしろ私の足元から崩れかけていたのだった。そう、八条隊の失敗は全て私の愚かさが原因だったのだ。異常なしだ。ここのところ雨がないから地面が硬くて歩きやすい。
そろそろ一雨降るかもしれないな。雨だと銃の整備に一苦労だけどな。現職のペナルティーもあと1日。早く食べないとせっかく仕入れた肉が傷んじゃうよ。じゃあ懲罰明けにはパーッと焼肉でもやろうぜ。それはいいな。隊長に提案してみようか。それじゃ回ってくるよ。